疲れ様です。ゆりちゃんに乗り換えて2日目でございますね。早く帰ってきてほしいな。はい、今日も京都でスクラップ祭りでございます。よいしょ。現場ですが、坂のバックのとこですね。しかしまあユリって燃費ええね。やっぱり丸2日乗ってますけど、走行距離しておそらく300キロ以上は走ってるはず。地場でもでも一目盛りしか減ってないんよ。これメーターがバグってんのかな。こんなに燃費いいことある？プロフィアやったらもう半分ぐらいに絶対なったあるよ。あれ、そうそう、今回ね、僕の車検ね、ディーラーに出すんじゃなくて、前まで日野のディーラーに車検出してたんですけど、まあまあまあ、なんかいろいろ事務所側でまあなんか違うところに出すとなりまして、違うところに車検出してるんですけどね。ね、初めて出すところやからどないなるのか。いろいろね言ったんですよ。まあまあエンジン、オイル関係、油脂類は全交換してくれて、エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、あとまあパワステ、パワステも確かオイルあるはずやからオイル交換してくれって言ったのと、であとブレーキ踏んだら右に流れるのがまあ全然変わらんというかあれやから、それも直してくれっていうのと、あと何だっけ、あとなんじゃ。あとカプラーのガタ、キングピーのガタがごっついからそれを直してくれって言ってたんですけど、それの部品がね、なんかちょっと時間かかるらしくて、 1,2 週間かかるらしいんで、とりあえず帰ってきて、でまた後日時間ができたら交代と、交代というかまた預けるということになるみたいです。優秀。式ブレーキとオルガンペダルで違うんかな、ちょっと分からんねやけど、開いた。まあ何にしてもやっぱり自分の担当車両が一番いいですな。何の話してたっけ。そう、まあまあ車検出してね、カプラーの方と、あのね、なんかクーラーの効きがちょっと弱くて、コンプレッサー回ったらなんかね、エバポレーターあたりからキューチューって言おうとしてるからね、ちょっとガス足らんのちゃうかなぁ思って、まあ一応それも見てもらおうと思って、どこまで治るのかわかりませんが、どれとどこどやったよって教えてくれへんすよね。まあ事務所に聞いて教えてくれんのかな。町工場に車検出したってちゃんとやってくれるよね。ハブグリスとかいろいろ変えたりとか。2日3日預けることになるから2日か、ちゃんとやってくれるよな。
りだ。
you